土地の若清高は、和歌山県海南市出身で、春日野部屋所属の元大相撲力士。本名は、加瀬田清高、身長190センチメートル、体重162キログラム。最高位は、東関脇。特異種は、右四つ、より、上手投げ。もともとは、野球少年であり、中学時代にはその企画外の長打力が、美ノ島高校野球部監督だった。 微刀校の目に留まり、1978年に、美濃島高校に進学した。しかし進学してからは、体重が増えてしまい、新入部員も多かったため、微刀の意見を聞いて、相撲に転じたと言われる。美濃島高校を卒業後は、明治大学に進み、全国大会で優勝するなど活躍した。ただし現在の幕下付けで基準である、学生横綱、アマチュア横綱、 国体優勝などの大きなタイトルを獲得できなかったこともあり、大学時代によくで稽古を受け入れてもらった縁で、カスガのベアに入門。経営学部出身で、卒業論文はマルクス資本論についてだった。1985年3月場所に、大学時代からのライバル両国と共に幕下付け出で、初土俵を踏んだ。幕下上位でやや苦労したが、1986年、 9月場所に重量に昇進した。2場所で重量を通過すると1987年1月場所に新入幕を果たした。移行順調に番付を上げて行き同年7月場所には小結び、翌9月場所には関脇まで番付を上げた。1987年3月場所、入幕2場所目で10勝始発の3勝である関東勝7月場所は 二大関に勝ち9日目から7連勝し、主君賞。1988年1月場所、大野国に勝ち、初金星。1990年1月場所、一横綱二大関に勝ち10勝をし、関東賞。1991年7月場所、北斗海に勝ち3個目の金星。9月場所、11勝し3回目の関東賞4回目の3勝。当初は、 月押し相撲だったが力が強く、四つ相撲に変えてからは、左上手を取ると力を発揮した。右四つに組むと、大関級と言われた。一時は三役に定着し、1992年3月場所には、小結の地位で二大関に勝ち十二勝三敗の高成績を挙げ、千秋楽まで優勝戦線に残ったこともある。主勲賞と技能賞も受賞し6回目の三勝。 大関も期待されたが、攻めが遅い上にさらに体が硬く、怪我にも泣かされて結局大関昇進はならなかった。特に武蔵丸が、前頭三役時代に、対戦した際に全敗してしまったのが痛かった。引退まで常に、幕内上位で相撲を取り続け、幕内在位は76場所を数えた。1997年1月場所、高野花に勝ち5年半ぶり4個目の金星。 1999年、7月場所中に暴ら骨を痛めて、途中休場、重量陥落が濃厚となったため、同、7月場所を最後に現役を引退。現役引退とともに年寄り、竹縄を襲名し、春日の部ベの部屋付きの親方として、後進の指導に当たる。2003年に、 先代のカスガノが定年を迎えたことにより年寄り、カスガノを襲名するとともにカスガノベアを継承した。部屋創設以来三代続けて師匠が元横綱であったのに対して、自身は最高位が関脇であったが部屋継承への引け目はなく、むしろ弱者というか三役に留まったものだからこそできる指導もある。99%の力士は、 天才ではないという考えに基づき自信を持って、現在まで指導している。部屋の稽古は厳しく、土俵上の稽古は待ったなしで進むスピーディーなものである。これについて、春日ガは2017年5月の書籍で、うちはで稽古をしない方針ですから、他の部屋のことはわからないですけど、待ったなしというのは当たり前じゃないですか。本場所で取り直しになってバテているようじゃ、力士じゃない。 番付の下の頃から、こなせるだけの体力を養っておかないといけない。裸一貫、自分の体が武器。それが、力士の美しさでもあるんですからと話している。育成面では基本に、忠実な押し相撲を指導していることで知られており、子飼いの関取として、関脇、土地王山、大関、土地の神などをはじめとした気鋭を排出している。また、 元旧島海が師匠を務めていた旧田後の、裏部屋からの預かり弟子である青い山も遺跡後に、関分けに昇進している。一方で、春日の自身が、大関、横綱を狙える、土地に式襲名も視野に入れていると見込むような、大器とされた、幕内、土地の和歌が、技術指導をめぐる、意見の相違や期待に応えられない自責などから、引退を決意するなど、苦難も経験した。 本名の清高の由来となった、入門時の師匠である先々代の春日野と年寄名が、全く同じ、春日野清高となった。これは、高砂浦五郎のように氏名の継承を伴うことの、内名跡では珍しいが、これは、土地の若の祖母が、土地二式の大ファンで、孫に土地二式と同じ名前をつけたためである。春日野襲名寺は恐れ多いからと解明も考えたが、 先代の助言もあって、本名で通すことになった。2011年4月、竹縄を襲名したばかりの弟子の春日金高吉を中心とした大相撲八王朝問題が発覚し、責任を取る形で委員から主任へ降格された。同年2011年10月18日、同月14日に春日の部屋で、門限を破り、相撲協会の服装規定を破り私服姿で、 外出した幕内、土地の新、幕下、土地飛流と土地屋敷が、春日の親方から腹や、背中や臀部を、素手や、ゴルフクラブのグリップで叩かれ、頭を拳で殴るなどの暴行容疑が浮上し、同月17日、事情を知った関係者が所轄の警視庁、本所警察署に通報。同署は、春日のと力士から事情聴取をした。同日、 生活指導部の二所の関部長は、春日の親方を両国国技館に予備事情聴取。ゴルフクラブでのオーダーなど、指導の行き過ぎに対し厳重注意した。一連の報道を受けて、春日の本人が取材に応じ、弟子に対するしつけのためであったと暴行の事実を認め、自分では問題ないと思っていた。道具を使ったのはやり過ぎた、アイアンで殴った。 確かにやりすぎた部分があったことは反省しています。ただし、死ぬほどのことはしていない。弟子とは親子関係だと思っているし、愛情がある弟子を集め自分がやりすぎたことをしたと謝ったと話した。力士三人とはすでに若いみであるという。春日の部屋でグリップが折れたアイアンが見つかっているが、尻などを叩いた際に長さ調整のために補強していた部分が折れたという。 暴力を受けた三人はいずれも自分たちが悪かった。被害届は出さないなどと説明。三人に怪我はなく、本所警察署は傷害事件などの立件はしない見通し。本人はすでに日本相撲協会に経緯を説明しており、19日に臨時開催された理事会では行き過ぎた指導に対し、春スガは厳重注意処分となった。理事会には寛大な処置をいただいたと思う。 弟子たちには猛言骨は入れないと言いましたと語った。2012年、3月場所中には預かり弟子の青山が支度部屋の壁を叩いて穴を開ける騒動が起こり、戦術の土地の真の門限破り騒動もあったことから、一時期春日野ノは、盲外国人力士は受け入れないと心を閉ざしていたと言う。2014年5月場所、7月場所は右足を負傷したではの海に変わり、 勝負審判を務めた。2016年1月場所後の日本相撲協会理事選挙に初めて出馬し当選。3月場所後の職務文章では理事一期目ながら広報部長に抜擢され協会出向部入りした。2017年1月25日協会の臨時理事会で横綱昇進が決定した木瀬の里館への昇進伝達の使者として高田川審判委員とともに 東京都内のホテルに派遣され、昇進を伝えた。2018年1月場所、自家弟子の土野心が14勝1敗で、初の幕内優勝、及び平幕優勝となった。これは、春スの部屋としては、初代栃地妻以来、46年ぶりの優勝力士となった。2017年3月場所前に、郷土の日市坂義信和歌山県知事を訪問した、ことで、 カリア郎知事時代の1998年に始まり、大阪場所の優勝力士に送られてきた和歌山県知事賞が2018年3月場所より16年ぶりに復活。内容は、県徳産品の安田紙で作成した賞状と賞金、優勝杯として寝頃塗り大杯。副賞は、プレミア和歌山の果物から味一味感、荒川の桃、新州柿を贈る。 2018年4月4日、舞鶴巡業で、畳良造舞鶴市長が土俵上で混沌し、女性の医療関係者らから救命措置を受けた。この際になぜ女性が土俵に上がっているんだと一部の観客に指摘され、動揺した若手行事が女性は土俵に上がらないでくださいという不適切なアナウンスを行ってしまった。即刻。 市長が混沌する際の様子やアナウンス時を撮影した動画がツイッターや動画投稿サイトにアップされ、日本相撲協会と巡業部長であるカスガノに非難が集まった。当初トイレに行っておりその場にいなかったとカスガノは話していたが、土俵広報に控えている姿を撮影した画像もインターネット上に拡散された。その後に花籠副部長が 土俵近くにいたのを確認したと当初の発言を撤回した上で直前まで移動や幕打ちの取り組みを見に行く準備をしていた。担架で運ばれる時は付き添ったとトイレを含めて会場裏に行った際に市長が倒れたと説明している。この春日野の一連の発言に関して小車事業部長は今日春日野部長が話したことが全てではないかとの見解を示した。 二千二十年一月三十日の役員候補選は定員を超過しなかったため二千八年以来六期十二年ぶりに無投票となり、春日ガを含む理事候補十人、副理事候補三人が全員当選。同年三月二十三日の評議委員会で正式に理事として選任された。春日ガノ部屋の所属力士が弟弟,弟子の顔を殴って傷害罪で起訴され、二千十六年六月に 懲役3年、執行猶予4年の有罪判決が確定していたことが2018年1月24日に報道された。関係者の証言などによると、2014年9月5日夜、その7ヶ月前に入門したばかりの弟弟子の顔を拳で殴ったり腹を蹴ったりした。元力士が部屋の掃除の仕方を注意しようとした際にトラブルになったのが原因だったという。 加害者の元力士は取材に応じ殴ったことは悪かった。自分自身の問題で部屋が悪いわけではない。話すなと言われたことはないと話した。弟弟子は顎を骨折して全治1年6ヶ月と診断され味覚消室の後遺症を負ったという。必要な治療を受けさせなかったとして、春日農の親方も保護責任者遺棄容疑で告訴したが、不起訴処分となった。 こうにすべきだったと相撲ファンからも批判があり、2018年1月25日に、スポーツ庁が報告などを要請する事態となった。同月、この区団の被害者である元力士が、加害力士と春日野を相手取り3000万円の損害賠償請求訴訟を東京地裁に起こしていることが分かった。2月20日に、口頭弁論が行われ、原告側は暴行の結果を打ったとしている。 味覚障害について、改めて医療機関で検査する意向を明らかにしている。ありがとうございます。